今日はこれを作りたいと思います。はい、まずは開けましょう。開け方知ってる？知ってます。よいしょ、開けた。あ、びっくりしました。粉です。噂のこのハンバーグですね。これが目玉焼きかな。これはメロン味ゼリーで、これはチョコケーキ、これはこの白ですね。これはピーチ味ゼリー、これは黄身はオレンジです。作り方見ながら一緒に作っていきましょう。まずは目玉焼きの黄身を作ります。深めの小皿に黄身の素 10cc を入れ、あ、 10cc。 ねえねえ、これさ、どうやって、この黄身の黄身で、入れすぎた。次、黄身の素、よし、混ぜます。オレンジ、グー、黄身のところに入れる、これのここに、ゾンビのゲーム、ゾンビのゲーム、ゾンビのゲームって言ったよ。明日ビンゴ、はい、ゾンビ恐るゾンビのゲーム、出てこないね。 iPad とか携帯で広告で出てくるゾンビのゲーム、ゾンビゲームアプリ、しかしあれ結末やつ、いや違う、あ、そのなんか横の、それ、今こんな感じ。うわ、本当にすごい。超悪いけど、なかなか臭い匂いですね。インゲンを作る。インゲン？ああ、これね。メロンゼリーですね。これ、これ使います。深めの小皿。あ、この小皿いったらどう？お待たせしました。はい、次 15cc を入れます。超慎重に入れなきゃ。入れすぎました。なるほどな、おえです、おえおえ、薬の気分、混ぜます。え、30分も置くの、なぜ混ぜよう。これ本当にメロンなんだ、信じられません。まあこれ一軒だからね、あくまで。メロンっぽくなってきた。皆さん、いい匂いに変わってきました。何、メロンの香りに変わってきましたよ。こんな感じです。超慎重に入れてます。だいぶインゲンができました。4本できると信用できません。2本はとりあえず作ります。まあとりあえずチンゲンできた。あ、インゲンでした。インゲンできました。インゲンは常温で30分置くの？牛乳ある？できない。チョコできない、終わったわ。じゃあいいよ、水で作る。いける？いける。次、ハンバーグの中、わー、チョコいいね。水でも今いけるっしょ、たぶん。見て、水でなんとかやってるよ。レンジで1分20秒加熱だって。もう固まってるから大丈夫。よし、うまくいってるぞ。牛乳より水の方がいいんだ。熱い？チョコケーキです。うわ、結構プリプリ。触ってみ。皆さん大成功です。大成功、見て。え、すごい。チョコケーキだよ、チョコ。チョコ？いいやん。もう食べれないよ。ハンバーグです。どれ？ハンバーグだよ、これ。すごい。でしょ？牛乳また必要だ。
まあいいや、また水でいきます。ピーチの匂い。次、500ワット1本やってくる。こんにちは。はい、チンゲンできたかな。5分ぐらい。じゃあ次はデミグラス風ソースを作ります。何味？あ、チョコチョコ。やばいやばい、うんこじゃん。めちゃくちゃリアル。うん、うんこだ。ちょっと待って、捨ててきます。はい、5分ほど置いたので冷やしてきます。冷蔵庫へ入れて1時間冷やすんですか。目玉焼きが固まりました。あった、取ってる。これこう、どれ、こんな感じです。どう？お、綺麗。見て、じゃじゃん。え、本物っぽくない？すごい。全部自分でやった。すごいね。いざ実食。お菓子なんでしょう？お菓子だよ。いただきます。まずこの黄身の味は最初言った通り、あ、買った。すごいよ。オレンジゼリーです。意外とうまいです。意外と。え、普通にうまいです。結構上手にできたじゃん。食べます、ハンバーグ。甘いです。甘いんだ。これインゲンは？あ、食べてない。匂いは微妙。カタカナの普通です。誰買った？母ちゃん誰買った？ケーキが一番うまい。企業、ケーキ一口いる？え、いいの？いいよ。いいやった。絶対好きだと思う。うまっ。うまいよね。ごちそうさまでした。バイバーイ。